ねえねえキツネさん、どうしたのかしらタヌキさん。このチャンネルも今までいろんな生き物紹介してきたけどさ、それがどうしたのかしら。哺乳類も魚類も鳥類も昆虫も植物もウイルスも何でもやってきたけど、来たけど、もっと刺激のある生き物を知りたい。あらら、これだけ面白くて目新しい生き物ばかり紹介してるのに。うん、なんというかどれも刺激的で面白い生き物だけど、刺激に慣れすぎたというか。そういうことね。じゃあ今回から原点に戻って、もっとすごい生き物について紹介しようかしら。え、まだそんなすごい生き物がいるの？その生き物は高度なコミュニケーション能力と社会性を兼ね備えている陸上の生き物で、うんうん、体長は約2メートル近く、最高時速は40キロほどで走ることが可能になっており、食性は雑食で、肉、植物、昆虫などありとあらゆるものを食べることができるわ。うわ、ものすごい雑食性なんだね。生き物の中でもトップレベルの知能を持ち、器用な手先を駆使して物を作ることに長けており、時には800メートル以上の建築物を作ったり、恐ろしい兵器なども作ることができる。わわわ、何その生き物怖いよ。そう、その名は人間よ。今回はそういう茶番会なの？違うわよ、今回から新シリーズで人間について紹介していこうと思ってね。まあ確かにいろんな生き物の中でも人間ってひときわ変な生き物だけどさ、人間の解説とか、どちらかというと生き物の知識というより医学の知識になるんじゃない？私もそれは不本意だから、このシリーズでは生き物にまつわる歴史で多大な影響を与えた人物や功績を残した人物について紹介していこうと思ってるわ。あ、なるほど、それは新しい視点で面白そうだね。まあいつもの生き物解説とはちょっと違った、とある人物の歴史解説と思ってみてもらえたら嬉しいわ。というわけで、第1回目に紹介する人物は魚くんさんよ。この人テレビによく出てくる人だ。なんか魚に詳しい人なんでしょ？そうそう、でもただのお魚博士と思ったら大間違い。この方は人間国宝レベルの素晴らしい人物なのよ。そうだったの？なんかハイテンションで魚について語ってたから、ただの魚マニアなのかと。魚くんさんにそんな失礼なことを言わないの。ひぃ、そんなに怒るほどすごい人なの？じゃあこの方がどんな人物なのか一緒にプロフィールを見ていきましょう。はい。さかなクンは1975年8月6日東京都生まれ、神奈川育ちで本名は宮沢雅之氏。テレビでは特徴的な見た目と語り口から芸人のように思ってる人も多いけど、実際は魚類研究家であり、イラストレーターとしての仕事も行っているマルチな才能を持った人物よ。え、研究家なのはわかるけど、イラストも描けるの？そうよ、子供の頃から絵が大好きで、トラックの絵から始まり、小学校2年生の頃に友人が描いたタコに魅了され、そこからタコの絵を描いて魚屋でタコを見続けたことで魚に引き込まれたと話しているわ。そのきっかけを作ってくれた友達は素敵だね。そんなさかなくんのお父さんはなんと魚類研究家でもイラストレーターでもなく、プロ囲碁棋士の宮沢五郎九段だったりするのよね。お父さんも全然違う分野でそんなすごい功績を残してるの？でもそんな家庭ならお父さんも囲碁を教えようとか考えるんじゃないの？ええ、それで父宮沢五郎九段はさかなくんに囲碁の手ほどきをしたんだけど、才能がなかった、自分の手より相手の手を褒めるような子だったと話しており、その優しい性格ゆえに勝負の厳しい世界には向いていないと判断したそうよ。まあ親子といえど向き不向きはあるからしょうがないね。そして毎日魚図鑑とにらめっこして十数時間ぶっ通しで魚の絵を描き続ける日々を送り、中学3年生の頃に学校で飼育していたカブトガニの人工孵化に成功して新聞に取り上げられたわ。それってそんなにすごいことなの？当時ではかなり珍しいことで、そんな功績を中学生が挙げたのは信じられないことだったの。でも当時のさかなくんに特別ずば抜けた知識があったわけではなく、水槽が狭くてかわいそうだからという理由で決まった時間に水槽から出していたのをカブトガニが潮の満ち引きと勘違いして孵化に成功したという偶然が生んだ奇跡だったのよ。偶然とはいえ生き物が好きだったからこそ起きた奇跡とも言えるよね。そしてもう一つ中学の面白いエピソードがあって、中学に入学し部活を始めようと悩んでいたところ、吹奏楽部があることに気づき、吹奏楽部と思ってワクワクして向かったら楽器を演奏する吹奏楽部だったという話があるの。
魚好きゆえの勘違いだよね。でも、さかなクンはここで面白そうと思って、そのままトロンボーンを始めるのよね。結局、吹奏楽は、高校まで続けてサックスで金賞を受賞、バスクラリネットの演奏も達者だそうよ。ただでは転ばない精神がすごすぎる。どれぐらいの腕前かというと、キリン氷結の CM で演奏している姿が見れるから。気になった人はこちらの動画もチェックしてみてね。そして高校生になり、さかなクンは大きな転機を迎えることになるの。それは、テレビチャンピオンという番組への出場よ。なんか有名な番組なんだっけ？テレビチャンピオンをわからない人に説明すると、1992年から2006年にあったテレビ番組で、毎週いろんなテーマで、全国からよりすぐりのプロを集めて、チャンピオンを決めるという、競技型バラエティで、視聴率 20% という高視聴率を叩き出したこともある人気番組なのよ。すごいのは分かったけど、キツネさんの引き出しの広さにびっくり。それで話を戻すと、さかなクンはテレビチャンピオンで、全国魚通選手権に高校3年生で出場したの。もちろん、ライバルたちはみんな大人。それも、元漁師や水産職員など本職のプロばかりよ。それって、さかなクンがボロボロに負けちゃうんじゃ。ところがどっこい、なんと初出場で準優勝を獲得したのよ。すごすぎる。その後は5連覇を達成し、殿堂入りを果たし、番組内でさかなクンという芸名が付けられ、ただものじゃない学生がいると、全国に知らしめることになったわ。この頃はまだ名前だけで、フグの帽子はなかったんだね。順風満帆な中学、高校生活かのように思えたけど、高校卒業後は、現在の東京海洋大学に進学希望するものの、受験が難しいと判断し断念。その後、水産科のあった生き物の専門学校に入学したんだけど、そこで悲劇が起こるの。なんか挫折でもしちゃうの？入学した時には、すでに水産科はなくなってたの。挫折どころの話じゃなかった。というか、吹奏楽部の時もそうだけど、もうちょっと確認した方がいいよ。でも、途中で投げ出すこともなく、無事専門学校を卒業し、魚類専門のペットショップに勤め、その後も魚にまつわる仕事やアルバイトを転々とすることになったわ。いろいろ災難だったけど、自分の好きな仕事につけてるのは良かったね。そして、お寿司屋で働いている時に転機が訪れたわ。それは、魚のイラストをお店用に描いたものが、他店舗や企業の間で話題になり、イラストレーターの仕事が舞い込むようになったの。お、小さい頃からの絵の趣味が生きたんだね。それからはアルバイトの傍ら、イラストレーターとして仕事を続け、ついにはテレビのドキュメンタリー番組に出演したことで、現在の所属事務所の目に留まり、水族館での絵の展示や、魚専門のサイエンスライターなどの活動につながることになったの。ついに自分の好きなことをフルに活かせる仕事が見つかったんだね。ちなみにこの時期に多くのメディアにも出演し、2001年放送の動物奇想天外にて、伊豆の海に潜るロケで、ディレクターから印象が薄いと言われたことをきっかけに、幼少期の頃見た魚屋の水槽で、他の魚に押されながらも懸命に泳いでいたハコフグを思い出し、その帽子を制作してかぶったことが、現在のさかなクンの原点になってるのよ。やっぱり一目でわかるチャームポイントがあると印象に残りやすいよね。そんなこんなで数々の実績を上げたさかなクンは、なんと2006年に東京海洋大学客員准教授に就任するの。つまり、学生時代の憧れだった大学に、なんと教員として入ることができたのよ。すごい、魚の知識と熱意だけで飛び級しちゃった感じだね。でも、好きなことを仕事にして、好きな大学で教員をして、もう夢は全部叶ったんじゃない？でも、ここで終わりなら、ただの魚類に詳しい准教授止まりだし、私も人間国宝レベルの人だなんて呼んだりしないわ。あ、そういえばそうだね。じゃあこの後、もっとすごいことをしたの？それまではさかなクンは、バラエティ番組に出てくる魚類好きのタレントというイメージが強かったんだけど、裏では准教授として、様々な魚類の研究活動を行い、2010年に再び転機が訪れるの。それは、クニマスの再発見よ。クニマスの再発見、それはすごいことなの？クニマスはかつて秋田県の龍沢湖に生息していた魚で、水質汚染によって絶滅したと考えられてたの。しかし、さかなクンは山梨県の西湖でクニマスを再発見することになるの。え、絶滅種の再発見ってそうそうありえないよね。きっかけは京都大学の教授、中坊さんよりクニマスのイラスト執筆を依頼されたことで、
忠実なイラストを描きたいと考えたさかなクンは、全国から禁煙種のヒメマスを取り寄せたの。さかなクンの連絡先には、全国の水族館や漁師がおり、日本一とも言える魚類ネットワークを持ってたの。漁師の連絡先まで持ってたのは、やっぱりテレビでも活躍してた信頼感かな。すると、山梨県から取り寄せた個体が、とてもクニマスに似ていると気づき、中坊さんに連絡をして、DNA 解析などを行った結果、その個体がクニマスであることが判明したのよ。すごい。偶然とはいえ、クニマスに似ていると見抜けたのは、やっぱり今までの積み重ねだよね。この発見は、すぐにマスコミから公式発表されて、大きなニュースとなり、お茶の間にさかなクンがただのタレントではなく、熱心な魚類研究家であることも知らしめたのよ。私も当時の会見のニュースは見てたけど、バラエティ番組の時よりもかっこよく映って見えたわね。その後の調査によると、クニマスの受精卵は、1935年に、西湖に送られたという経緯があったことも分かり、地元民によると黒っぽいヒメマスだと認識していたそうよ。忘れられてた歴史まで掘り起こしちゃう、さかなクンさんかっこいい。それからはコツコツと海に関する研究や啓蒙活動を続け、海洋立国推進功労者として、2012年に天皇陛下からも名前を挙げられながら内閣総理大臣賞を受賞し、2014年には、環境省国連生物多様性の10年委員会の応援団メンバーとなり、2015年には、東京海洋大学から名誉博士の称号も授与され、数々の活動を行っており、現在の主な活動は、さかなクンの公式ホームページでも確認できるけど、このようになってるわ。怒涛の活動経歴すぎて、脳みそが追いつかない。要するに国も認めた、第一線で活躍する魚類学者、それがさかなクンなのよ。テレビに普通に出てる人が、こんなにすごい人だったなんて。確かにこれは、さん付けしたくなるぐらいの経歴の持ち主だよね。まあさかなクンに継承のさん付けをするかは、たびたび議論になるけど、本人がなしでも大丈夫と明言してるわ。でも、たぬきさんが、さかなクンの素晴らしさについて理解してくれたようでよかったわ。いつもの生き物解説と違って面白かったよ。さかなクンの生い立ちについても興味が出てきたな。さかなクンについてもっと知りたいなら、さかなクンの一魚一会という自助伝をおすすめするわ。この本には、今回解説した生い立ちのエピソードについて詳しく解説されてるわ。そしてもう一冊、小学校から中学校までのいじめについて赤裸々に書かれた本、魚の涙も。ぜひ、子供から大人まで、幅広い年代に読んでもらいたい一冊ね。今回の話に出てこなかったけど、そういう辛い時期もあったんだね。そうね、この経験を経て、今の優しい魚くんが形成されているのよね。そして、小さい子に読んでもらいたい自助伝は、ギョギョギョ教えて魚くんね。これは、さっき紹介した自助伝よりも、もっと小さい子向けで、全部振り仮名付きで。さかなクンのイラストも載ってるから、小学校低学年ぐらいのお子さんならきっと喜ぶはずよ。というわけで、たぬきさんには、こっちの本をプレゼントしようかしらね。僕振り仮名なしでもちゃんと読めるよ。今回紹介できなかった以外の逸話もたくさんあるから、またいつかそれも紹介したいわね。そして、生き物にゆかりのある人物で、他にも解説してほしい人物がいたら、ぜひコメントにリクエストを書いてね。どんな人が出てくるのかこれから楽しみだな。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。